はい、もちろんお浜です。月曜夜10時はドランク塚地のフラット立ち食いそば。今回はチンチン電車で東京三ノ輪。昭和な風情と下町人情に甘えちゃう。うわ、パクパクいける。そんな町の立ち食いそば、うわ、職人のような手さばき、俊敏な動き、話しかけにくい。最初はここだね。だがめっちゃ美味しい。中のゲソがプリプリ、おそばに合うな。ドランク塚地のフラット立ち食いそば、お楽しみに。